今年50回目を迎える日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯。語り継がれる激闘の記憶。The Major Tournament of LPGA。樋口久子の7連覇という偉大な記録から始まったメジャーの歴史。樋口久子、2年連続9回目の日本女子プロ選手権優勝です。森口裕子はツアー3年目、逆転で掴んだ初のメジャータイトル。森口裕子、7アンダーで3日間の競技終了です。1979年、岡本彩子は圧巻のゴルフでメジャー初勝利を手に入れた。岡本彩子、公式戦初勝利、3日間の通算成績17アンダーと、これ世界新記録も達成しました。幾多の感動、そして歴史に名を刻んだ数々の女子プロゴルファー。5打差を逆転し初優勝を飾った塩谷育代。ウェディングパット、決めた。5アンダー、単独トーナメントリーダーで4日間の競技をまずは終えました。2003年、念願のメジャータイトルを手にした工藤有利は、2005年にも勝利を挙げる。宮里藍は21歳の若さで選手権初制覇。より強く、より輝いて、樋口久子の記録を大幅に塗り替える選手権最年少チャンピオンの誕生です。プロ7年目で悲願のメジャータイトルをつかんだ有村智恵。追い上げるライバルを振り切って、勝てる選手から強い選手へ、さらなるスケールアップを果たした有村智恵、緩みのないゴルフで公式戦初制覇。プレーオフ6ホール目、耐え忍いでつかんだイボミの選手権初優勝。決めました。19歳日向真美子との息詰まるプレーオフを制し、イボミ選手権初優勝。そして去年、20歳でタイトルを手にした鈴木愛が2度目の勝利。決めてきました。拳を突き上げた、そして笑顔が見えた。日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯、50回目を迎える記念大会は岩手安比高原ゴルフクラブで開催される。